プサントレン、プサントレンとは、インドネシアにおける、寄宿制のイスラーム学校のことである。ポンドック・プサントレン、ポンドック・プサントレンとも言うが、いずれも特に、ジャワの伝統的なイスラーム寄宿塾のことを指す。なお、ポンドックとは、アラビア語の、フンドック、宿に由来している。また、西スマトラのスラウのほか、イスラーム化した東南アジアの各地にも、 同様の寄宿性の学塾が見られる。プサントレンは、ジャワがイスラーム化した当初、14世紀後半から16世紀後半頃の時期を指すから存在したとされる。今、英政治によれば、イスラームをジャワに伝えたのは、ワリサンが旧姓と呼ばれるスーフィー聖者で、彼らがプサントレンと呼ばれる学塾で弟子を養成して、そのネットワークと布教活動で、ジャワの住民を、 イスラーム化していいったというプサントレンという語は、ヒンドゥーの聖典を知るものと意味する、サンスクリット語のシャーストリに由来し、これは、ジャワ固有のヒンドゥー、仏教僧院の伝統を引くものである、との文化人類学者史ギアツの指摘もある。オランダ領東インド期には、19世紀後半以降、植民地支配を支える、原住民官僚、パングレ・プラジャを養成するために、 近代的教育システムが導入されたが、それに続いて、医師養成学校や技術者生学校なども設立された。それらの教育機関に通うことを許されたのはごく一部の原住民エリートの指定だけだった。その生徒たちはオランダ語で授業を受けた。20世紀になって、植民地政府が倫理政策を模索するようになると、一般庶民向けの初等教育機関も、 必要とされるようになり、三年生の村落学校、スコラデサが設置された。そこでは、現地語の読み書きと、簡単な計算が指導されたが、就学率は極めて低く、1930年当時では、人口1万人あたり300人に満たなかった。その一方で、庶民の指定は、男女を問わず、クルアーンの初歩的な読書を学ぶイスラーム系学校、 マドラサに通っていた。植民地政府はこれを学校として認可することで学校不足を補おうとした。そのため現在インドネシアでは1万数千校のプサントレンのほとんどが公教育化しつつも存続している。一方で政治的経緯の異なるタイには南タイを中心に400以上、マレーシアには150ある同等のものは 教育機関というよりは学習生活集団であり、公教育からは距離を置いて、開廃を繰り返しつきょうに至っている。インドネシアは人口の9割前後がムスリムであり、彼らムスリムにとって、ムハンマドによる神の啓示であるクルアン、コーランは日々の生活から切り離すことはできないものである。そのため、インドネシア人のムスリムの子供たちがまず学ばなければならないのが、 イスラームの語行と礼拝に必要なアラビア語でのクルアーンの読書である。最も初歩的なクルアーンの読書は村の礼拝所、ランガルやモスクなどで行われる。子供たちは昼間の学校から帰って夕方からランガルなどに集まってアラビア語音でのクルアーンの暗唱を学ぶ。そうした初歩的なクルアーン学習を終えた者がイスラームの教義書。 中釈書であるキターブを学ぶのがプサントレンである。そのため、一般に、プサントレンで学ぶのは、将来イスラーム指導者になりたいという意欲を持つもので、ある場合もある。多数の学習者は、将来家庭を持つにあたり必要となる、最低限度の知識を学ぶためにやってくるのが、実情である。学習に際して費用はかからないが、プサントレンでの自炊生活に必要な米や教師への、 贈り物、電気代等の費用は、両親や近い親戚が仕送りする場合が多い。公教育が行き渡るまで、歴史的には学問のない家庭にあってもプサントレンに、子供を送り学習する機会を与えているということは、村落生活において名誉なことであった。また、婚姻生活を営んでいくにあたって必要な、実践的かつ義務的知識を正しく学ぶことが、 できるのはプサントレンにおいてであるという認識が広く共有されている。このため、独身男性は生活上に余裕がある限り、しばらくプサントレンに身を寄せ、形だけでもプサントレンで学んだという体裁を整えることが良い結婚相手となれる条件の一つとなっている。これが、プサントレンの学習者が10代後半から30歳代の独身男性で占められている理由である。 プサントレンは、そこを主催する気合、その下で学ぶ生徒である、サントリ、学習の場である、モスク、そして、気合サントリが共に寄居する寄宿舎である、アスラマ、両あるいはポンドック、やによって構成されているが、その規模は学習者が数十人程度から900人を超えるものまで、大小様々である。東南アジアに見られるプサントレンポンドックの多くは、 60から200名ほどの学習者で成り立っている。土地は、周囲の村人から寄進され、和歌府として管理されている場合が多い。農地や商業森林を持つものもある。サントレンはインドネシア語で、ジギ通りには、サントリ、学習者の集まるところという意味である。同じものとみなされる伝統的施設は、東南アジアのイスラーム見各地にあり、マレーシアではポンドック、タイでは、 フォーノと呼ばれている。カンボジアのチャムジン集落やフィリピンの海域ムスリムの社会にも同様のものが知られている。プサントレンは指導者とみなされる人物の存在から自然発生的に設立され、そして指導者気合の死亡と共に消滅する。一世代限りの形式が基本となっている。これは知識は個人に付随するため親子であっても 自然に継承されるものではないという認識があるからで、ある。一部の高教育組織化が成功したプサントレンを除き、自然発生的プサントレンでは指導者の子が継ぐケースは、あまりないが、能力のある学習者を養子にして、世代交代が実現するケースがよく見られる。一人の指導者の知識は有限である。そのためプサントレンによって、学習する専門分野に特徴があり、 サントリはその専門性に優れた気合を求めて、自身が良きムスリム、良き気合になるために、各地のプサントレンを、遍歴、ピンダー・トゥンパースするのが、一般的である。プサントレンは教育という与える観点から作られた、施設ではなく、学ぶ側からの求める視点から、自然発生的にできたものであるため、入学や卒業、年限はなく、広く門戸が開かれている。 インドネシアのプサントレンでは世代交代に成功し有名プサントレン化した大規模なところでは高額の教育費を徴収するところもある。しかしイスラームにおいては知識を教えることで対価を取ることは大変癒しむべき行為とされているため教育費そのものは本来無料とされるべきでありまたそのようになっている場合が多い。プサントレン内では生徒は すべてのムスリムに要求される1日5回の礼拝、サラートを基準に生活を営んでいる。また、モスクやアスラマを維持、管理するのはサントリたちの役目である。プサントレンを主催する気合は、主にプサントレンの創設者の一族、関係者であることが多く、サントリたちからだけでなく、その周辺の在家のムスリムたちからも、教師として、また、 信仰心の熱い人として尊敬され、地域社会に大きな影響力を持っている。ある程度規模があり運営組織に余裕があるところでは、麻薬中毒者の構成や、老人ホーム、未婚妊娠女性の一時陰得場所としての機能も果たしている場合がある。老人は、身の回りの生活を自分でできる健康な間、経験かつ誠実なプサントレンの暮らしの中に身を置く、ことで、 死後の安論というパハラ、苦毒が得られると考えられている。今日のインドネシアでは、教育文化省が賞が干渉するスコラ、セコラ、6.33世の一般学校と、宗教省が管轄するマドラサ、マドロッサ、イスラーム系学校の二元的な教育システムが、存している。従来の伝統的なプサントレンも宗教省の管轄下に置かれてきたが、 プサントレン自体の制度改革によって様々なプサントレンの姿が見られるようになった。マドラサやスコラといった公的学校機関を持つプサントレンが現れ、またマドラサが寄宿舎を持つことでプサントレンになるというケースもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。